皆さんこんにちは。武器の性能が出ました。ってことで、性能の考察ですね。はい、チオリのモチーフですね。先ほどの動画と同じ感じだけど、まあ説明なのでご了承を。こちらは、基礎低め、会心ダメージ高めです。通常ダメージ、スキルダメージが上昇して、岩ダメージを与えたら効果が2倍に。そして、装備者の防御アップ。素材は、月曜木曜の3ごと。遺跡騎兵の素材、武士の素材だね。素材については、頑張って集めてください。それでは、性能ですが。一応まとめるとこんな感じで。通常とスキルバフについては、チームに岩がいれば起動はできますね。だから究極的には勝利がいると、起動自体は安定するんじゃないかなと。とはいえ、フィールドでってことなので、アルベドみたいに自力で岩攻撃がないと、15秒ごとに岩キャラを表に出す必要があるのかな。ただ、15秒自体は結構長いので、岩を編成する前提なら懸念は低め。どちらにせよ、アルベドには嬉しい能力だね。ただ、このバフがスナップショット型かどうかは重要そう。スキル設置後にバフ乗って後乗せがいるなら、アルベドはスキル再設置を求められちゃうからね。この辺は実装後要検証でしょうか。他の候補としては、まずはアルハイゼン。勝利で起動するとして、激化するならこのダメージバフはありがたそうですね。元素スキルダメージ、通常ダメージ。どちらにもダメバフが乗ると草激化に嬉しいので、アルハイゼンの適性は高そうです。強いて言えば、銃撃にアルハイゼンはダメバフがつかないんですが、それでも使い回すには十分適性の高い武器だと言えると思います。あとはアヤト。こちらも、勝利入り想定。あとは一応アルベドやチオリも想定になるでしょうか。アヤトはスキルダメージはともかく、通常攻撃キャラなので、アルハイゼンほど影響はなさそうですが、適性はありそうです。狙う性能かと言われると怪しそうだけど、アヤトに適性があるのは間違いないね。チオリ用にとっても使い回しはできそうだけど、チオリ入れるならチオリに優先するか、ってなりそう。あとはアタッカーベネットでしょうか。ベネットはスキルガンガン使うし、通常も使うので、防御アップは恩恵ないですが、ベネットと能力自体は完全一致。基礎攻撃低めなのでサポートベネットだと少しあれですが、ベネットぶん殴り編成で行くなら適性はかなり高そう。約束されてたようなアルベドの他だと、アルハイゼンとアタッカーベネットが期待枠。アヤトは、候補の一人だよねって印象だね。アヤトは素のダメージ系キャラでもあるからね。蒸発や激化をできるアルハイゼンベネットほどの適性は高くなさそう。ちなみに、アルベド単体の目安です。シナバースピンドル強すぎる。もちろん、バフが関連すると変化していきますが。とりあえず、注目というか単品で差し込むときはシナバースピンドルから変えなくて良さそう。続いて、ゴロウ入りで、爆発使用想定で。まあ、条件自体はスキルにバフがあるシナバーと同じ振りってことで、すだれが微妙にシナバーを超えてます。とはいえ、精錬1くらいだとわざわざ変える必要性は薄そうですかね。思いのほか上昇具合がちょっと難しい感じになったね。とりあえず、状況に応じた計算結果は重要ですが。ざっくり計算ミスなしだとすれば、これくらいの数値。だから、一応実装後いろんな人の計算見るのがおすすめ。ベースが同じならほとんど変わらなさそうではあるが。あとはチオリは表で殴らないなら。アルベドみたいにシナバーでいいんじゃねってなりそう。攻撃防御参照だけど。武器効果に攻撃力関連がないので、防御寄りだと思う。ってことで、配布武器だね。砂中の賢者たちの問答です。こちらは、シンプル効果。基礎攻撃中程度、サブは HP 上昇で。治療を行う時にチャージ回復。待機中でも発動可能で。一応正義の報酬との微妙な効果の違いは、こちらは治療を行うとき。また、基礎攻撃が低い都合上 HP アップも大きいので、シュブルーズとかは効果発動しやすいでしょうか。一応貫突効果なしのシュブルーズだと、単体回復だけなので、少し怪しかった。これだと、安定して2回くらい発動できるんじゃないですかね。ちなみに、HP は正義の報酬より高いけど、スライム槍より微妙に低い。だから、スライム槍から乗り換える必要性は低めで、語弊がないように言うと、勝利については貫突していないと、効果を発動できないのと、あとは、普
通に勝利はチャージが必要ないので。スライム槍あればわざわざ乗り換えなくて良さそう。一応、素材は月曜木曜の筆。この前追加された玄武銃のドロップ素材。モンスタードロップはフライムでアビ教官。数日くらいちゃんと倒してるけど、配置も変なところにいるのよね。正直フライムの素材は避けて欲しかった感強め。素材全部違うエリアだし、和洋折衷が過ぎる。スメールっぽい雰囲気だし、キノコンでもよかったんじゃ。ちょっと、何かを感じるね。残りの候補としてはヨーヨですかね。ヨーヨは HP 依存で爆発重いので、この武器の適性は高いでしょう。一応爆発は全体回復ですが、草サポートに攻撃力は必要ないので、正義の報酬よりも全然こっちで、スライム槍と HP 誤差ならチャージの手間も省ける圧倒的こちらですかね。そして、ミカです。ミカは爆発で回復配布。継続は10秒より長いので2回発動可能で、かなり嬉しい要素ですかね。発動時に回復ともう1回チャージ回復挟めるのは利点じゃないでしょうか。セーフ槍と比較するとさすがにあれだけど、他の HP 槍と比較するとだいぶ改善になっていそう。4.6 で、通常通りというか恒例なら、フリーな復刻の可能性が高いので、そこに合わせて、槍ヒーラーの補助目的があるのでしょうか。あとは申し訳程度に封筒も装備はいけそうですね。HP 依存で一応回復があるので、武器効果を発動しつつ攻撃が可能。さすがにマイローテ爆発が撃てるかと言われるとあれかなるけど、噛み合っていないわけではないよね。ただ、封筒は他にも田中槍や、宝箱の白栄装とかでもいいので、チャージ必要、回復キャラほど適性はないかもですね。無課金で、武器が全然ないとかなら候補にはなりそうです。一応使えそうだよね、って感じでした。ということで、今回は 4.5 の追加武器についてでしたが、いかがだったでしょうか？皆さんは誰につけたいと思いますか？今のところ、チオリモチーフはチオリ用に引くのがおすすめで、チオリを使わない時にアルハイゼンやベネットに持たせるって印象。アルベドはシナバーがあるならわざわざ引かなくて良さそうですかね。配布武器については、配布武器って性能ですが、対応するヒーラーキャラを使っているなら、育てて損はなさそうですが、セーフ槍あるなら無理に育てなくて良さそう。とはいえ、実数チャージ回復の効果なので、特に初心者の人とかは対応キャラがいるなら、レベル40くらいまでで、精錬後で使うだけでも、恩恵は感じると思います。チャージや会心が盛りづらい時期だし、余計に実数チャージ回復の恩恵は出ることでしょうね。極端な言い方すればレベル最低1とかでも、持っているだけで効果は実感できるとは思うね。ということで、今回は新しい武器についてだったね。武器への感想をお待ちしております。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。